ポコニャンチは、おはようございます、ポコニャンチャンネルです。3日目の朝です。起きてきません。6時です。バイバイ。はい、皆さん、ポコニャンチャンネルのみちんです。3日目の朝ですね。今日は、おそらくね、もうソーラーパネルの両面テープがバッチリついてるはずなので外の方も仕上げてですね、いよいよ中の方の作業に取り掛かっていけるかなというふうに思っております。じゃあ張り付いてるかチェックですね。よいしょ。重りたちを一旦逃がしまして、段ボールもねよけまして、でこいつが硬っ、バッチリですね。思った以上にガチガチ取れるわけがないっていう感じがしますね。取れるわけないっすわ。これで安心して作業が進められますね。じゃあ一旦屋根をきれいにするか。おはようございます。土曜日は働く休まんだからな行かれてましたね。今日は多分、はい、多分やけど、はい、暑いよ。いや絶対ですよ。今日35度って、今日も36度書いてあるで。36ですか。ほどほどにしないとちょっと危ないですね。あ、ちょうどよかった、カズさん。乾いた？はい。重り下ろすのがちょっと怖いんで、はい、下に受け取っていただいていい？ポケットに入るで。ポケットに入らないです。なんかこれ結構ツルツルするんじゃないですか。あー、この軽いの使ったのね。はい。なんでもこんな軽いの使うのよ。もっと重たいのあったな。15キロ、20キロあったけど、やっぱこれは適度な重りやわ。これはいい重りやわ。いい重りや。今日勝村家プール開園するらしいで。あ、最高っすね。もう出かけずにもうプールになりました。こんだけ暑いと逆に。じゃあちょっと勝さん、剥がれないかチェックを。はい、厳しいぞ。コミティさん、はい、私昔ですね、はい、なんなら 3M の接着テープの案件してますから。ああ、そうなんですか。はい。すごいな、自分よ 3M から仕事来たわと。本当ですね。あ、いいの。え、かなりガチガチですよね。あ、いいね、君いいね、これ。え、接着剤じゃなくて両面テープの時代だね。そうですね、みたいですね。これ見ると、はい、もう剥がれないです。これくっついたな。あとは防水ですね、しっかり、うん、その間に水がいかないように。剥がれたらこれ、うちもらうで。剥がれたらもうそれどっか飛んでってますよ、それ。相当な強風ですよね。コミンチンって書いといて、はい、うん、まあ剥がれたらあかんないけど、コミンチンって、うちの住所書いとくか。これに書いといたら、そうですね、はい、迷子のソーラーパネルがね、カズさん家に届くと。いや、よかった。カズさんのお墨付きということで、これはもうバッチリでしょう。さあ、そしたらですね、いよいよ次の段階、接続ですね。2つのソーラーパネルをつなげるヤーツですね。でこれを接続して、誘着テープ、こちらでね、しっかり水の侵入を防ぎつつ仕上げていこうかなと思います。誘着テープの上からさらにね、黒ピニテでも巻いていこうかなという感じですね。ガチガチでいきたいと思います。じゃあ片方のオス、まあプラス電極ですね、プラスとプラスをよいしょ、一つのプラスに変えていくという感じですね。同じようにね、マイナスの方もやっていきます。カチャコン。これでですね、配線が今2つだけになったんですね。プラスとマイナス、プラスとマイナスになりましたんで、この接続部分、ここがちょっと心配ということで、今から誘着テープでしっかり見やっていきたいと思います。まあ、視聴者さんのね、多くがおそらく誘着テープ使ったことないし、おそらく今後も使う予定はないと思うんですけど一応ね、説明いたしますと、防水をする屋外用のやつなんですよね。使い方がちょっと特殊で、少しね、引っ張りながら巻いていくと。普通のビニテじゃなくってギュッと引っ張って、なるべくね、隙間に沿うような形、その形に沿うような感じで巻いていきますね。
で結構テレビの工事なんかよく使ったなってイメージですね。接続部分の防水というのをねやっておりましたね当時ね。はい、できましたね。なんかちょっとこんな感じで芋虫みたいな、黒い芋虫みたいな仕上がりですけど、でちょっとね念には念をということでビニテもね巻いていきます。よし、じゃあ、1箇所完成したんで残り3つもですね同じように仕上げていきたいと思います。疲れた。4つ、いもいもできました。これでね、屋根部分の留着は OK でしょう。あとはこの中に入っていく分ね、最後この2箇所もつないでですね、長いケーブルをこの中に入れ込むという作業になります。はい、というわけで、収録外のガチ集中しちゃいましたね。おかげでめちゃめちゃいい感じになりました。あちらですね、シュッとスタイリッシュ、かつ一番のネックがここだったんですよね。このゴミ箱の角にケーブルが当たってしまうというものだったんですけど、いい感じでねここが浮くようになったんですね。ちゃんと浮いた状態になって、この角がケーブルにね当たらないような形で施工できましたので、バッチリでしょう。でケーブルたちも、まとめて置いてありますと。またちょっと車移動させてね、最終的にその上からの絵も見れるようにしたいなと思います。とりあえず外はこれで OK ですね。まあ、コーキングは一番最後っすね。うん、綺麗。デデーン、カズさん。はい、ちょっと僕の自信作見てくださいよ。なんすか。一人黙々と、はい、ケーブルの取りまとめ作業をしたんですけど、この上とこの中の入り。こんないいのもあるんだね。おー、上もいい仕事してるな。誘着プレートまで、はい、バッチリなんですよ。誘着してるな、できたね。ちょっと完璧です。もうよし、じゃあこのね壁からおもむろに出てしまっている線をきれいにねまとめていきたいので、ボックスをちょっと使います。あとはモールですね。モール、未来工業のモール、この2つでちょっといい感じにね、お化粧をしたいと思います。でこちら本来、コンセントのボックスなんですよね。なので下の方にケーブルをね逃がす用の外しやすいやつがあるんですよ。働きすぎなんじゃない？ちょっとめっちゃ働いてますよ。はい、こんな感じでね、切り欠きができましたんで。本当にちゃんと完成していくな。はい、こういうとこそドンキのクーラー中に室内に入れ込まんだかんのじゃないの。カズさん貸してください。え、貸して。カズさん買ってましたよね。カズさんもあるよ。あるよ。でももう終わるやろ。してない。室内もうちょっと終わりますね。うん、OK でしょう。メクラープレートをね、つけたいので、カチャコンと。うん、OK。なんかボタン押せそうな感じですけど、ボタンは何も押せません。これで、線の出先はね、完璧ですね。続きまして、モールですね。モールは、まあ、下と上と、蓋部分と土台部分がありますので、土台部分をシュッとしてですね、今回2号モール2号っていう太さにしたので余裕でケーブルが収まりますね。ほいでビスで固定していきます。でで、いい感じですね。まあ、下のね出先のところはまだ下どうするかっていうところなんでフリーにしてあるんですけど、室内かなりスタイリッシュにできましたね。じゃあ、あとは発電の確認ですね。今日めちゃめちゃ晴れてるんで38度あるらしいんですけど、発電してみて、あと最後ベタベタっとね上コーキングしてソーラーは完了ですね。よし、じゃあちょっとテストですね。カッチャコン、カッチャコン、よいしょ。
後ろにインしたら、お、いってますね。139W、バッチリ発電してますね。いやー、よかったー、ほんとよかった。これで常時発電ができるということですね。よし、今からコーキング作業ですね。真下でね、今カズさんとお子ちゃまたちがね、プールでキャッキャキャッキャしてますけど、僕はせっせとコーキングします。手の分は？お手の分は？見てこの、もう潮吹いても、いや、ここ本当夏が来てるわ。まあ夏が来ますね。うん、いやでもこれでね、2日かけてやっとソーラーシステムができましたんで、次はいよいよ中をいじりまして、いやーわきゃー中をいじりまして、シンクとかですね、やっていきたいなという感じです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。